突然ですが、だらっと書くと雑談チャンネルのお時間です。本日も何かしながらお聞きください。おすすめは、影でカニ作りながらかな。YouTuber のヒカルさん。髪の毛がブラックジャックみたいにツートンになってる方ですね。の YouTube の動画から、朝倉みくる選手とのコラボで、新事業を始めますというタイトルのものが出ております。朝倉みくる選手、珍しくスーツでビシッと決めております。 内容は朝倉未来選手が以前やりたいと語っていたヤンキーテラスハウス。ハウその名の通りなんですがヤンキーを一つ屋根の下に住まわして人間的成長とともに面白いことが起こればそれを配信しようというものだと思うのですが以前朝倉未来選手とヒカルさんで一緒に焼肉をした動画というものが数ヶ月前に上がっており その中で一度この話題がちらりと出て実はその頃から水面下ではこの話を実現に向けずっと話し合っていたとのことでそれが決まりましたとしかし話し合いを進めていく中だいぶ形は変わり結果こうなりましたというのがタイトルは未来へ未来の家と朝倉未来選手の名前もかかっているもので朝倉未来選手が以前から考えていたネーミングのようです。 スタートアップリアリティショーとしまして、6人が1つの家に集まって、そこで事業計画を立ててもらって、3ヶ月で1つのビジネスを作り出してもらい、最終的に朝倉未来選手と光さんの前で、それをプレゼンし、よかったら本当に投資して、このように新たに会社が1つ誕生するというもので、それを追いかけるという企画のようです。マネーの虎に近いとも言ってました。で、一応恋愛も OK ということで、 男さん、女さんのメンバーらしいです。で、最初その家には1000万円が置いてあり、それをどう使うか。これは生活費もその中からということらしく、あとは脱落ボタンなどがあり、人間の欲望が見れるようにもなっていると。朝倉未来選手いわく、最近夢を持っていない若者が多いので、この企画を思いついた。でも、そもそもその夢は実現しないと意味がないので。 そして、若者の勇気になればいいとと思ってますとなので、中途半端な人は応募しないでほしい。ちゃんと熱量のある人。そして、すでにいいアイディアをお持ちの方、お待ちしております。と。オーディションで6人選び、この模様は新しく未来へチャンネルというものを作って、そちらで配信されます。とのこと。 概要欄にその URL 貼っておきますそしてこの番組数億円かかるということで朝倉未来選手はそこは僕らの腕の見せどころとでさらにテレビ規模で映像制作会社に委託しているようでそれだけでワンクール12回で56000万円かかるとおっしゃっておりましたなのでクオリティは YouTube のものではなくテレビのようなものになり応募資格は若者を応援するという趣旨なので二十歳から36歳よりした ということでより下なので35歳までのようです10代はタバコ吸ったりお酒飲んだりするとトラブルになるのでそこは避けましたと今までの恋愛リアリティショーとは違いただ女の子と付き合えるってだけの話ではなくもしかしたらこれが何十億何百億の会社になるかもしれないところもこの番組のアピールポイントだとか番組が盛り上がれば第2回第3回も考えている YouTube だけではもったいないので他の媒体での配信も考えている。オーディションの様子は朝倉みくる選手のチャンネルで。細かいルールはこれから決めていくということでした。そしてこのチャンネルの概要欄に貼ってある URL から詳細を見てみると、初回は来春の4月に配信予定のようです。撮影期間は2020年の2月から7月で、 期間内は撮影を最優先にしていただき合格後の事態はできませんとありさらに指定期間中は撮影協力金も出るようですそして芸能事務所に所属している人も OK とのことで当企画において得たノウハウや制作物その他著作権はすべて当企画に帰属するものとなりますとありますねあとは合格した人たちの収録に関しては撮影期間中に自宅には帰れる 寝泊まりは男女別の部屋ということのようです。 なので、私もついにですね、街行く人の中で面白い顔の人を勝手に撮影して、それを勝手にビックリマンシールにして売るというね、事業をついに実現させれる時が来たかと、はい、早速応募しなきゃなと思っておりますが、すべてにアウトなこの新事業なんですが、やっぱほくろから毛が生えてる人はね、変なおじさんみたいに外せないですよね。というか、むしろお前が取られる側なんじゃないかっていうね、まあそれもまたよしということで、でも真面目に考えてみますと、 6人がそれぞれ叶えたい新事業を持ち寄り、まあそれが本当にまとまるのかというのは気になりますよね。例えば1人がアプリの開発をしたくて、他の1人が飲食店のアイディアだった場合、アプリで行こうとなったとき、飲食店の人はアプリ開発の知識とかないと思うんですよ。 そこで普通だったらその知識がある人を仲間にすると思うのですが強制的にそこにいる人とだけタッグを組まないといけないというのはうまくいくのかとかねしかしながらそれがいいものであるならば必ずお金を出してもらえると決まっているところや半年で6人で1000万円は生活費だけでは多いので夢の実現やそもそもプレゼンに何かの試作品を作ったりするのにまあお金がかかるから今まで動けなかったという人にはいいかもしれないですね こういうのも応募する人は応募する前に結果が決まってるんで、孫子の標法のごとく受かりやすいようにと作戦を立ててから動くのがいいと思います。正確には兵法ではなく兵法ですね。軍隊みたいな多人数への作戦は兵法で、宮本武蔵のような1対1が兵法ですので、孫子の場合は兵法と。 まあ、どちらでもいいんですが。で、こちら、コ二ジ選手のインスタライブ、一週間ほど前のものになるんですが、まず、なんでそんなにかっこいいんですかに対して、コ二ジ選手。大概ナルシストやけど、俺、かっこいいとは思わへんで。生き方は自信あって、男なんて生き方やって、誰に笑われようがさ、と。そして、最近、コ二ジ選手を煽りまくってきているヤーマン選手について、ヤーマンか、ピーマンか知らんけど、盛り上がる相手とやりたいし、 でもいいよなピーマンみたいな子若いやつがどんどんイケイケでさやらん可能性のあるところでピーピー行ってもかっこ悪いけどピーマンと俺なんて階級一緒ぐらいどんどんもっともっと有名になって俺とやったらもっと有名になると思うし頑張れピーマンということでしたまんざらでもないが知名度不足でまだやりたくはないといった感じでしたねそしてボビーどうでしたかと聞かれめっちゃ めっちゃでかいめっちゃいいやつと言って、そして裏話としまして、コイ選手。沖縄の選手入場の時にさーっと、待機室でボビーと俺とレイナちゃんが3人並んでて、ボビーがレイナちゃん可愛い,いデートしたいって通訳してって冗談で俺に言ってきて、それを聞いてコイ選手、レイナ選手に、 レイナちゃん、ボビーが SPX したいって言ったら、ボビーがこの通訳何言ってんだよってむっちゃ焦ってたと。そして数秒置いて、恋選手、セクハラやなと。これは自分で気づいていたみたいで、本当に普通のセクハラですね。で、ボビーとはめっちゃ仲いいよ、女に暴力振るったところはいけてないけどなとも。そして平本蓮選手の話になり、 レンちゃんはアメリカ行って寂しいんやろ。みんなもっと相手してあげなさい。可愛いってしゃーない。お子様ランチや。まだチンげ揃って変で。かまってちゃんやから、いろんな人に絡みたいんやな。可愛い可愛いと。そしてここで、どのコメントに対してかわかりませんが、モテてしゃーないといただきました。で、ラスト。まあ、俺が試合するだけで盛り上がってまうからな。このカリスマ性を他のやつに分けてやりたいわ。 いい夢見ろよ。バイバイと言って終わりました。康二選手、ソネカズマ選手に勝利して、すごく充電された感ありました。普通に面白かったです。そして続きまして、康二選手同様、ダークヒーローとカリスマ。この2つの単語を使いこなす男、安保ルキア選手のインスタ。短めなんですが、先日の K1 大阪大会でラストマッチを歌っていた木村フィリップ・ミノル選手に、安保ルキア選手が一夜明会見で、 階級も相手に合わせるんでと対戦要求しましたよね。それについて、木村選手の返事聞く限り、微妙っすね。インスタとかでも K1 ファイナルをすごい強調してたんで、なさそうな気がします、と。しかし、みんなの声がもっと大きくなればあり得ると思うんで、SNS で盛り上げてください、と。そして、平本蓮選手については、ツイッターでは5階級制覇ぐらいしてる。ツイッター世界チャンピオンかもしれん、と。 そしてこちらは足沢流星選手による木村フィリップミドル選手のドーピング問題についての見解になります。こちらもインスタライブからになります。足沢流星選手。ドーピングについてみんな言ってるけど、証拠ないでしょう。証拠あったとしても本人がやってましたって言うんだったら、それはもう認めるしかないけど、今本人も試合負けたばっかりで何も話したくないと思うし、 だし別に証拠がないのに周りの格闘家が言うのはなんかまあ木村稔くんのことが嫌いなんだなと思うだってタイミング的に今じゃなくていいでしょって思うでも今言うってことはすごい嫌いなんだなと思うだって俺だったら嫌いなやつだったらそうやってやるもんでもまあ今の時代木戸さんが言っても木戸さん炎上もあるし言いたいことを言えばいいと思うそれが木戸さんのためになるんじゃん うん。嫌いなんだよ。とりあえず、やられて、ずっと根に持ってたんだろうね。ということでした。で、芦沢隆盛選手といえば、これ以前ね、一回やらせてもらったんですが、過去、コ二選手がバッティングした後のインスタライブで、なんか住宅街みたいなところで、上半身裸で、コウ選手のことを聞かれた際に、対戦みたいな感じで、それに対して、やってやってもいいぐらいのレベルだろう。うあれは。やってやってもいい。 でも、俺は、頭突きはもらわないな。の後に、いや、もらうか。あんな感じで来られたら、みんなもらってるか。で、やっぱもらうんかいってね、見てる人みんなが思った時に、奇跡的なタイミングで、そこでどっかの家で飼ってるのか知りませんが、ほー、補欠卿ってね、うぐいすが鳴くっていう事件がありまして、これはもう事件ですよね。 で、今回のインスタライブは家の中だったんで、泣くわけないんですが、はい、過去にね、そこで私いい思いしちゃったんで、うぐいす待ちしちゃいましたね。はい、どこで泣いてくれるのかと。で、さっきその動画探したらあったんで、短い動画だったんで、最初から見てみてください。マジで面白いんで、ほーほけ鏡とか言って <laughs>。やっぱ時代は今ドーピングよりうぐいすですよね。ほーほけ鏡。隣の足澤くん、よろしくお願いします。ほんと持ってるわ。 で、こちらは、タケル選手の親友、現在、ビッグバンのチャンピオン、大岩達也選手が、朝倉みくる選手の1000万円企画の喧嘩アドバイザーとしてもちらっと出演していた、元不良のキックボクサー、シュンタ選手とコラボ対談しておりまして、その後編で、ちょっとね、性の話なんですが、経験人数の話などをしております。2、30人ぐらいだそうです。ちなみに、堀翼選手のところのデブマネは50人ぐらいと言ってましたね。で、大岩達也選手、さらに、 僕結構、早漏なんですよ。コンプレックスあるんですよ。30秒ぐらいです。と。これも先日やらせていただいた、いつもここからの、悲しい時に入れておきましょうか。大岩達也選手の意外な一面でした。そしてこちら、サトシーソウザ選手による、堀口教授選手、VS セルジオ・ペティス選手の表になります。サトシーソウザ選手。本当に悲しいし、もったいない。 3ラウンドコントロール続けてカーフキック当てて投げも3ラウンド取って勝ってたけどでもタイトルマッチだから仕方ないねラッキーパンチという人いるけど私それ信じない絶対練習でやっていたからそれは私信じない同じ雷ンのチャンピオンとして彼が負けたのはすごい悔しいとしてそしてサトシ・ソウダ選手 まだ何も決めてないけどとしつつも将来的には私も堀口選手と同じようになりたいもし榊原社長が行ってこいって言ったら本当に私がライジンの代表としてベラトール行きたいですねと YouTube のスタッフの方が堀口選手の仇をぜひサトシ先生でと言うとサトシ・ソ選手はお願いしますということでしたので これは、ライジンとベラトールで行われる対抗戦。サトシー・ソーダ選手の出場がやや濃厚になったのかなと思いました。今、ベラトールのライト級のチャンピオンは、ムサイフ選手ともね、試合をした、アニ・ピットブルですが、もしかしていきなりも、でもやっぱ対抗戦かな。でも、サトシー・ソーダ選手、今、誰が相手でも私は負ける気しないんでやってくれると思っておりますが、で、サトシー・ソーダ選手は最後に、 堀口、もったいなかったけど、絶対にまたダブルチャンピオンになれますので、頑張ってくださいと言って終了です。はい、あとは、サトシー・ソーダ選手の近くにいる人って、心の満たされ方半端ないんじゃないかなといつも羨ましく思って見ております。そしてこちら、ジャン・斉藤さんのツイートが分かりやすいので、そちらからやらせていただきます。堀口教授がベラトールのバンタム級7位にランキング。 王者セルジオ・ペティスを含めた7位までの8名が来年のバンタム級グランプリにエントリーしますとでそれに対して一般の方があのパフォーマンスで7位なんだと投稿したところジャン・斉藤さんそれを拾いまして今回の堀口選手のランクインは試合内容関係ないと思われます2年半ぶりにベラトールで試合をした前王者ランク外のファイターが王座挑戦して KO 負けしたけどグランプリ出場が内定してるから7位 グランプリは8名制につけただけじゃないかなとで私このトーナメントで多分こうなるっていうのが、まあ、勝手に考えてるだけなんですがありましてセルジオ・ペティス選手と戦った、まあ、堀口京一選手は逆側のグループからのスタートになると思うんですよでマゴメド・マゴメドフ選手に勝利したスタッツ選手最近ではねストッツ表記が増えてきておりますがそのストッツ選手はセルジオ選手と同じジムで 基本戦いたくないけど、トーナメントだったら出場すると言っていて、今回がそうなわけなんですが、なので、ここもセルジオ選手とは逆のグループになると思うんですよね。で、堀口選手とセルジオ選手はすでに因縁がありますし、同じジムのストッツ選手ということで、これストーリーも作りやすいし、堀口選手の1回戦の相手は、私はストッツ選手かなと勝手に考えております。 そしてちょっと静かにしてもらっていいですか、ブレイブジムの長兄芦田貴大選手が、ツイッターでこのようなことを投稿しておりますので、腰痛には要注意,かっこ要注意とそして青木真也選手、年末に試合があることを匂わせておりましたが、このようなツイートもしております。 大晦日までにコスチューム間に合うのか問題。関係各位すみませんと。さらに、道義を染められるところを知っている方がいたら教えてと。なのでこれはもう匂わせじゃなくて確定でいいと思うんですが、でもなぜ道義を染めるんでしょうか。入場コスチュームということもあり得ますが、もしかしたら柔術マッチとかそういう可能性もあるのかもしれませんね。 はいそしてこちら現役格闘家 YouTube 登録者数ということで、まあ、1位から10位までをまとめてくれている人がいるんですが1位はですね当然、朝倉未来選手で210万人。 で、2位が朝倉海選手で、103万人で、それでもすごいんですが、100万人以上の差をつけて、朝倉未来選手が1位。もう本当にすごいですね、これは。で、3位、那須川天心選手の78.4万人。で、4位が安保ポ・ルキア選手。はい。45.9万人。で、5位が堀口京二選手。28.6万人。で、6位が八千祐介選手。25.7万人と。とここは元クレイジービー勢ということですね。で、7位、コ二選手。 25.3万人で、8位がタケル選手、20万人、もっとね、皆さん、タケル選手、ここ、応援しましょう。そして9位、ボクシング勢から唯一、京口博人チャンピオンということで、16.8万人で、10位が久保優太選手、14.9万人なんですが、まあ、格闘技関連でもっとね、広げていけば、亀田志郎チャンネルの51.3万人や、竹原慎嗣さん、54万人などがあるそうです。あくまでも現役格闘家の中でのという話ですね。 はい。そしてこちら、柴田さんによる、大晦日雷神出ますというタイトルの動画になります。格闘技関連だと、この一つ前に堀口教授選手の敗戦の動画を出していて、それは本当にショックを受けていたようです。で、今回は大晦日雷神に出る予定だったという話で、今まで散々出ない出ないと言っていましたが、実は出るつもりでいたらしいです。11月の中頃あたりからシュートのスーパーアトム級王者のサラミ選手や、 北岡悟選手らが所属するパンクラスイズム横浜で練習していたようで準備をしていたようですで相手は康二選手の予定だったらしいのですが昨日消えましたとで柴田さん曰く康二選手が出場したライジン32沖縄大会の前にすでにルールまで決まっていたらしくそれは1ラウンドボクシングルール2ラウンドキックで3ラウンド MMA ル,ルールだったと 廣矢選手と同じ1ラウンドキック2ラウンド MMA だと二選手が嫌が嫌るのでこうなったと説明でもこう考えるとコー選手が雷陣のプレパレーションで柴田選手のことをね男としてダサいとか雷陣32の勝利マイクで柴田さんに対戦要求してたのも全部決まってて逆算してやってたパフォーマンスだったということですね。 で、雷神側から90キロまで落としてくださいと言われ、ナチュラルが96キロなので、そのつもりで練習してきたが、昨日コウジ選手が雷神に連絡を入れてきたらしく、当初はそのルールを飲んでいたが、やっぱり嫌だ、ルールを変えたいと言ってきたらしく、まずは柴田さんは85キロまで落とせ。それができるのであれば、1ラウンドボクシング、2ラウンドキック、3ラウンド MMA でやってやる。 もしくは90キロでやりたいのであれば1ラウンドキック2ラウンドキック3ラウンド MMA で戦ってくれと言ってきたらしく柴田さんは85キロまで落とすのは物理的に無理なのでつまりキックキック MMA にしてくれと条件を出してきたとこれどういうことかというと柴田とはやりたくないということだと思うと。 さらに、キック、キック、MMA の場合は、グローブを1、2ラウンドはオープンフィンガーグローブではなく、キックグローブにしてくれと言ってきて、これで分かったのは、去年、ゴミさんとコウジ選手が戦った時に、グローブにハンデがあって、それを柴田さんが突っ込んだら、コウジ選手は自ら来人の事務所に行って、俺からそんな提案してないですよね、と、現地を取りに行き、動画にしていたが、 今回分かったのは、コウジ選手から、ああしたい、こうしたいと提案して、ハンデつけてくれと言っているということ。ゴミさんがグローブのことを言うか言わねえよ。コウの生き方は、そういうこと、と。36歳のここ1、2ヶ月しか練習してないやつ捕まえて、雷人が用意した接中案より、もっともっと有利なルール提案してさ、俺はボクシング、キック、MMA だったら73で負けると思ってた。 コウジ選手は汗かくから3ラウンドになったら決めるの難しいだろうし、1、2ラウンドでローも効かされるだろうし、でも盛り上がると思ったし、今後の自分にもつながると思ったから、勝率は低いけどベットしようと思ったのに、コウジは98%ぐらい勝てるルールじゃないと絶対ベットしないクソチキン。ビッグマウス、やめろよな。 ごちゃごちゃ言ってる、柴田、俺は逃げへんって言っておいて、実は超いろいろ提案して自分が勝てるルールでしかやらない。クソ、クソ。なんであんなのに少しでもファンがついてるのかわからない。少しの男らしさもない。で、ギャラの件は解決してて、当初俺が要求してた相場の近いものをもらえるとなっていたのに、コウさんがどうしてもやりたくないみたいなので、と。 このギャラは当初来人から提示されていたのが200万円で、柴田さんの話していた相場が500万円だったので、それの近くまで上がったと、そういうことですね。で、この後もバリ増言を浴びせて終了しましたが、 まあこれはコ二選手との試合があるってことですね <laughs>。はい。もう、これ今日1時から来日33大晦日大会の追加対戦カード発表記者会見ありますので、やっぱりね、そこでコ二選手とはやりますというたった1日前の前振りなのかなというふうにも私は思っておりますし、まあそれより何よりですね、この話題はもう正式発表があるまでね、もうどっちでも良くなってきたよねというところも正直ありますね。 そしてこちら、結婚しておりますが、ずっとサラちゃんにお熱な久保裕太選手と、それを常にあしらい続けるサラちゃん。久保裕太選手のツイッターになります。昨日サラちゃんに1時間空きできたからカフェしようと誘ったら、明日ねと言われたので、今日練習頑張れてワクワクしながら練習後に、今日何時に待ち合わせすると聞いたら、雨だから中止とのこと。そんな感じです。Now! そして、ここのところ、平本蓮選手と距離をぐんぐん縮めてきていっている滝沢健太選手、このようなツイートしております。どうしよう、強くなりすぎてると。発言もちょっと平本蓮選手の方に寄っていっているのかなと感じました。そしてこちら、朝倉海選手とキングカズ選手の息子さんのミューラー・コータ選手。当チャンネルのコメント欄に、 ついたものによりますと、三浦浩太選手と私、同じ高校でしたが、彼はよく、廊下でスパーしてましたよの一言から、廊下の伝説と当チャンネルでだけ呼ばれておりますが、全く浸透はしておりません。はい。その廊下の伝説の三浦浩太選手、朝倉海選手とスパーして対談しております。今、ブレイブジムで練習しているので、宮田和幸代,代表の計らいでということでですね。 まず、朝倉海選手がデビュー戦でいきなり、雷神ってやばくないですかと聞くと、三浦康太選手は、最初ちょっと緊張してたんですけど、もうあとはやるしかないなって感じなんで、と。そして、ここで自己紹介。三浦康太、19歳です。サッカーは中学校卒業まではちゃんとやっていましたが、そこからは格闘技の方が好きだったので、徐々にそっちの道に、と。 お父さん的にもサッカーを特にやってほしいとかはなく好きなことをやってくれといった感じだったようです。もともとはボクシングが好きでサッカーをやっていた中学時代、その頃から週一でジムには通っていたそうです。その後ブレイブジムに所属する前、いろいろなジムを転々としてた時にトライフォースにも何回か朝練に行ってたことがあるそうで、その時に二人は練習していたことがあったようです。 で、その後ヘルニアになり、半年ぐらい練習ができない時があり、その時に雷ンを見に行って、宮田和之代表を紹介してもらって、そこからブレイブジムに入会ということで、それが今から2年ほど前の高校2年の時だったようです。しかし本格的に始めたのは高校を卒業してからで、今は週6回。1日最低でも2部連はしているとのことで、朝倉海選手はすごいですね。バチバチプロの生活してますね、と。 そして、三浦康太選手の身体能力は意外と普通らしく、宮田和幸代表は、和ズさんとも話したけど、めちゃめちゃ努力して一流の選手になったらしく、サッカーって身体能力関係ありそうだけど、そうでもないらしく。 で三浦航太選手についても見てても悪くはないけど特別ここがすごくてというのはなくてコツコツ頑張るタイプとで、ジン出場までの流れとしましては宮田代表がジンにカズさんの息子うちにいるよという話をしていたら今年の9月ぐらいにおみそかどうという話がきて最初は三浦航太選手反感とかも食らうとし嫌がっていたけど 俺もそう思ってたけど、雷神側が相手もそういうのを用意して、今、トリガが始まったけど、新人の育成、それの先駆けでやらせたいって流れになってということでした。それを受けて朝倉海選手は、僕はいいと思う。格闘技の興行って、実力も大事だけど、話題性とか、求心力が大事なんで、孝太君の活躍次第では、たくさんの人に知ってもらえるチャンスだと思うので、反対する意見とかも気にしなくていいと思う。 頑張ってる姿を見せるのが大事だと思いますので、思いっきりやってほしいと思いますと、そして三浦航太選手、緊張はしているが、最初、反対していた両親だったが、最近は応援してくれていて、お父さんに背中押してもらえると、お父さんが言ってくれるんだから、大丈夫だなというモチベーションにはなるとおっしゃっておりましたが、宮田和幸代表に、夜中起きちゃうってとばらされてもおりました。朝倉海選手は尋常じゃないいと思いますよ みんな段階を踏んでいく中で慣れていくのに、僕も今は全然しないですけど、最初の頃は緊張してたんで、と。そして対戦相手についてはもう決まっていて、入れ墨がすごい入っていて、そういう意味では正反対の人。ブラジル人ということでした。今日発表されるんじゃないですかね。お父さんがブラジルでプロとしてスタートをしたので、そういうのもあって選んでくれたのではないか。 で、この後スパーリングして終了です。三浦ーー・コーター選手は普通の素直な性格の若者といった感じでした。武田浩二選手のように個性一つを、まあ、押して、うん、それを繰り返し自分でも発信なんかしていくのがいいんじゃないかなというふうには思いましたが、まあこれからですよね。 でこちらですね、山本アーセン選手のツイッターに添付されている画像なんですが、お蕎麦屋さんに来ておりまして、2人で来ていて、1人の方はお蕎麦とカツ丼とかついてるんですが、山本アーセン選手はお蕎麦一つのみで、頬もかなり焦げておりますので、これを見る限り、今日の追加対戦カード発表で名前呼ばれるんじゃないかなというふうにも思っております。記者会見のあと、この動画を見る方もねたくさんいらっしゃると思いますが、答え合わせしてみてください。 はいというわけで本日は以上となります。最後のエンディングトークのところで私反省しましていつも私のよた話などを強制的に聞かせているみたいで申し訳ないと思いですね。今日はちゃんとしたねテレビなどでも流れたニュースをお伝えして終わっていこうかなというふうに思っております。それはですね神奈川県で少年36人がね摘発されたバイク20台の暴走なんですがなんとですねこの方たちの暴走理由 神奈川を統一して誰も歯向かってくることができない集団にするんだなどと話しているということです。はい。高評価、チャンネル登録して通知をポチッとオンにして、また聞いてね。ねえ、んギャー